ようこそ。え、全然違う。うわー、すげえ。やろてしまうやろ。全然別のいいじゃないですか。すごい。全然ないですよ。ない。チートの新しい挨拶。ない。そう、パパのさ、デスクができたんだけどさ。え、本当ですか？そう、お父さんのデスクが。そう、これですか？パパデスク。おー、すごい、うん、出来上がって。へえ。いいですね。でしょ。ね、あの、書類がすごい多いって怒ってたじゃないですか。あ、そう、書類全部倉庫。倉庫に1個問題発生してんの。プリンターのコードはどこだろう。え、そう、本当これ使えてないんですよ今。そう、プリンター使うときはこれを引いて、うん、ここのロックを外して、え、よいしょ、やったらこうね、こうでないのから、こうやってやってこの上に登れるよって、安全だよって。へえ、椅子がはしごになるんだ。そう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 、よからよかしら。へえ、あ、結構当てたい。じゃあキッチンも見ていいですか？あ、キッチン見たい？見えとるけど。そうっすフルオープンだから見えとるけど。見えてんのはすごいですね。こんなもん炊けるやん。あ、なるほど。見えてるよ。すごい。全然ないじゃないですか。ない。チートの新しいアイテム。ない。へえ。冷蔵庫と冷蔵庫こっち来たしさ。本当だ。この位置変わってますね。そう。キッチンに近いのこっちで、このルートで。あ、なるほど。こっちにあったらこう行かなきゃいけなかったでしょ。うん、カウンターなくなってん、あっち行ってこっち行ってってこっちやってたの、うん、の途中。へ、ほら、この食洗機も普通の向きになってんだよ。ほんとだ。で、ちょうどになるようにのサイズで、じゃあ何するって、これ何ってなるじゃん、うん、これゴミ箱。へえ。あ、本当だ。すげえ。これはついにあれですかね。あの、パパからもらった。そう。前田すごいこと言ってましたもんね。そう。正しい向きで置かれた。へえ。すげえ。あ、だから炊飯器がここに。そう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 。楽？ここ。楽ですか？うん。ここにあるからさ、深まらんのもそこだし。なるほど。すぐ炊ける。そう。作るのが楽だったんですか？作るのも楽、作業するのも楽。全部私がやりたいことって横並びにあるじゃん。食器洗いもそうだし、ご飯炊くのもそうだし、作る場所も横にあるし、うん、このラインで進むから。確かに。楽だよ。食器棚なんでっかいの、食器棚になったじゃん。え、これ食器棚？タダーン。こんなんありましたっけ？あ、作ってくれたんですか？ほら、食器棚だよ。ちょっとそっちから見てて。ワンちゃんそっち側行って。はい。パパとこっち来て。はい。ハロー。あ、本当だ。抜けてる。あ、こっちからも取れるし。あ、なるほど。どっち側からでも取れる。そう。へえ。へえ、すごい。向こうからも空いてるの。そう。楽じゃない。へえ。ここなんかお弁当グッズとか。なるほど。本当だ。これもさ。便利アイテムがあってさ、
これ邪魔なんだけどね。これがさ、何これ、うわすごい、え、かけれるよって。おすごい。今座り込んでるけどさ、うん、よいしょ、蓋取ってもさ、この位置がここだから、これ引っ張れば開けれるじゃん。うん、へぇ。展示開いてる。今普通に入ってきたけどさ、うん、こう扉も全部変わってるから。え、あ、本当だ。あ、全然ちゃうじゃないですか。この扉自体を外して、うん、同じサイズの板を作って、うん、つけてあるらしい。へー、そう、うん、本当は、うん、この机、うん、畳めれる。で止めれるんだ。ここで止めれる。でも引き渡しの当日にこれがこうなってる状態で、うん、このロックの存在を知らず、あんちゃんグッ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 やって閉まらないって言って、そこぶっ壊したからもう出しっぱなしにする。あ、壊したんですか。出しっぱ、そう。へえ。キノコのゲージも変わってますもんね。ここに位置が。そう、ちっちゃいのになった。これを、うん、お、まさかコーヒーの、うん、でパパの椅子をコーヒーのってすると、うん、きなこここでフリーなの。普段そう。そう。あ、あ、なるほど、これでドッグランじゃないけど。おー、すごいすごい。ね。ね。ね。あれし、あれし。はいはいはい。うん、早いなって、早いなって、早いなって、引っかかりに行かんで、カバンに。リフォームしてからは、あれだね、庭遊びはしてないかも。荷物が増えちゃった分。暮らしやすくなった、こっちの方が。まあ、ウルトラマンの足場がある。広くなったね。動きやすい、物が少ないからね。チビたちとかも友達呼んでるし、友達呼べるようになったのが一番じゃない？あ、え、前まで呼んでなかったの？うん、呼んでないよね。うん、ただ絶対に保てないんだろうなって思った。あ、なんでなんで？え、だってみんな減ったじゃん、掃除っていうか散らかすから。特にあんちゃんとか、なんかここだけじゃないですよね、リフォーム。そうだよ、子供部屋結構変わりました。子供部屋も、子供部屋変わっちゃった。子供部屋が一番変わってる。変わってる。